利根川古戦場跡は、はい、こんばんは。また、こんばんは。はい、じいちゃんはんです。かっちゃんです。ふいです。今日は久々の、姉川。姉川、はい、ちょっとこっちに。姉川。見えねえ。姉川の愛戦場って書いてあるのね。はい、ここ0点です。昼間はくっそ疲れた小谷城へ、はい、小谷城へ行っておりまいりました。小谷城へ行かされました。でも感動したんでしょ。俺は感動して、いや、君みたいに泣くほど感動してないけどね。感動なのかな、俺の場合。あれはわからん。なんかいろんな感情ごちゃ混ぜになって泣いたわ。わからんな。ちょっとわからんな。あれはわからんな、僕にも。ムイクみたいな涙が出るほど感動はしないんだけど、点と点と点が結びついたっていうことが僕にとってはラッキーかな。感動です。はい、そんな幸せな先行生活をぶち抜いた。そうです。戦場がこちらになります。そして、またね、今からみんなで見に行こう。そう、追いかけとるんやけどな。はい、では皆さん行きましょう。では皆さん、もう本当にこっち、ね、こっち、はい、何も見えないって下の方はギリギリライトで照らせるけど、この横から見る目線だと真っ暗すぎて何も見えないな。さて、はい、まあ一応今回姉川のね、はい、スポットを選んだわけですけれども、はい、そもそもの理由として、うん、まあその俺らがある意味戦国を巡るようになったきっかけの一つではあるわけじゃないですか。関ヶ原やって、その後姉川をやって、俺が勝手に決めたことだろう。でもだって現地に来たら割と楽しむでしょ、あなたも。え、現地に来たら割と楽しむでしょ。楽しんどるよ。で、今回まあ視聴者さんからね、映像を送るあの企画をやって戦国系をお願いしますっていう声がありますけれども、うん、で姉川のこの戦いがあった場所を来たわけですけれども、そうですね、視聴者さんはその人と人が殺し合う絵面を見せられていいのかいっていう疑問をね、まずこの動画で投げかけたい。っていうか、まだここら辺はまだ全然戦場の場所じゃないから、まあもうちょっとね、あの向こうの公園が主戦場だったっていうのはあるんだけれど、うんうん、ここはまだね、そんな全然。ちょうどこの辺か、あなたがふと見捨てられた場所は。何が？ちょうどこ通りここら辺まで来たら、向こうにいたっていうことですね。向こうの方に、なんか女性が遠くを見ている感じのものが見えて。そうなんです。初めて来た時にすごい衝撃な女性に会ってしまったわけです。そこで僕は変わってしまったわけですよ。何聞こうとしたか忘れたし、なんだっけ。ここちょっと照らして。はい、あれがあるか、なんか変なものが来るのか。うん、何？それしか多くも食べませんね。今日はちなみにそのお市様ここにはいらっしゃらない感じでよろしい？今のところお市様はいないですね。感じないですね。まあ、まあここにいたらここにいたらまた私が泣く可能性があるのだかな。
私から右手言いますが、はい、聞こえないかもしれませんけど、船長の声がここから聞こえるということです。ここから行くとちょっと遠いんですよ、だいぶ。ああ、そうだ、聞くことをしたことを思い出した。あなたの今若干立ってる位置ぐらいで、その橋の方を向いてお市様が立ってたわけじゃないですか。お市さんは違う。違う、あの違う、聞いて、その橋の方からこの向こうの方を見ていた。そう、うん、実際そのそんな防寒決め込むことができるぐらいここは戦場じゃないの。ここはほとんど戦場としてもうないよね。どっちだ、もっと向こうでしょ。戦場の跡地って、戦場ってここ書いてあるけどさ、でももうちょっと向こうにしか俺には僕には見えないのよ。やっぱりこの後なんていうの、あっちの公園の方行く必要があるわ。ここは本当に、まあでもそんな数いないですもん。でも今僕はもう本当に鳥肌すごいっすよ、これ今。幽霊の数はここは多くないのではないの。多くないよ。幽霊が多いわけでもないし、写真しとるわけでもないし。その鳥肌はじゃあ何？だいたいお市さんが立ってた位置ってこの辺なんですよ。あ、本当にこの駐車場のある側からすぐそばのところ。この辺りで棒立ちというかそんな感じで。ここですね。ここに寂しい風が流れてます今は。本当にここの足元の一つ目の区切りだもんな。うん、ここが一番よく見えるもん。福井側って言ったらいいのかな。向こう映してよ。向こう映しては真っ暗ないよ。光めちゃめちゃ強くしてあれだけど、ギリその草が映っとるぐらい。まあほぼこの辺からしか見えんのだろうな、これは。ここからお市さんは悲しそうに見つめていたのを僕に知らせてくれた。ここなんですよ。本当に小柄だね。女性が、このぐらいの女性が、このぐらいかな。150台ぐらい。150、160ちょっとぐらいかな。うん、あ、ちょっと綺麗な、小綺麗な人が涙を流しながら向こうを見ている、こういう姿。腹出てないですけどね、俺みたいに。感じるね、やっぱいいね、ここ。その感じるは霊感があったら感じれるんですか。感じれる。今もすごい送ってますから。いや、そうじゃなくて、あの霊感ある人が現地ここに来て何か感じるタイプの代物なの。いや、霊感あるって言ったって。後ろから自転車よいしょ。霊感人それぞれじゃん。まあね。人間トイロでさ、霊感もトイロでさ、俺には分からん、そこは。見えるか見えねえかは。うん、ただ、この一つ目の橋の区切りのとこぐらいで、主に戦場の方を眺めてる女性の。でも目がいいね。戦場向こうまで見えるっていうのが、こっから。まあ、現代人みたく目悪くするような、あれもそうそうないからね。テレビゲームないし。パソコンもないし、当時は。だって、道路の向こう側だろ、そ
ほとんど。まあそうですね。あの橋のさらにちょっと向こうだから、でもまあ言うて旗持ちぐらいのなんていうの、全体が戦ってるなっていう絵面はわかる。そうそうそう。じゃあ公園行ってみましょうか。そうですね。なんかここでは、一応あの送ってみました。皆さん感じたことをそのまま伝えてください。お願いします。なんていうか面白いな。でもなんかこの姉川の戦いといいさ、まあ、姉川のこの女性のなんていうか遠くを見てる女性の人がいたっていうのがきっかけだったんだけど、そうきっかけ、ここまでお市様をなんていう中心にさ心霊スポット巡ることそうそうないべとは思う。目が差しとんだろう。俺じゃねえだろう。俺は別に、あ、俺のせいかこれは。俺のせいかこれは。お前のせいだわ。歴史を持ってかしたのお前のせいだべな。まあ最初にね、戦国系でいいんだったら心霊スポットありますよ、せっかくから行ってみましょうかで始まったのがきっかけだけど、あのさ、戦国系は心霊スポットじゃないですから。そうね、変な話、心霊スポットってないですから。まあ、幽霊が取れたとこは心霊スポットにされたら困るっちゅうだったらおめえもうそこら中心霊スポットやぞ、俺から言わせりゃ。あなたがさ、霊感できる限り上げてさ、幽霊めっちゃ見やすい状態にして、生きてる人間と幽霊ってどっちの方が多いの？いや、写真に撮れるのはもう難しいぞ。いや、写真じゃなくて、あなたの目で見える範囲で、生きてる人間と死んでる人間ってどっちの方が多いの？あ、自転車来た。キャー？どうなんやろ、人間と幽霊。まあ、こういう訳ありで死人がいっぱい出たとこはともかくさ、そういうなんか普通の街並みとかでガンガン霊感発動させたら生きてる人間と死んでる人間どっちが多いのかなっていうのはちょっと気になったり。人間の方が多くね、さすがに。成仏してまえばさ消えるやん。成仏してねえやつだけがおるだけじゃん。まあね、その成仏できねえっていう、大体割合でいうと3割とか4割とかその辺が、あれだから。だから俺は成仏してあげさせてあげたいんだ。でもそう思うとさ、生きてる人間10人いたら 3,4 人幽霊いることになるけど、よろしいか。そんぐらいはいるの。そうだな、それで考えたらそっか。でも俺もこうやって歩きながら消去していくよ、じゃん。あの、成仏させてるの？ああ、成仏させてっていう子たちは。それは、自分では成仏できないの？できないな。もう逃したらできないだろうな。ああ、そういうなんか、やったやり遂げたっていうタイミングを逃して、まだ居続けたら。やっぱし、なあ、こういうとこに、そういう除霊師とか来ないじゃん、そう。どうなんだろうね。分かんないけど、俺の中に入ってくるやつみんな除霊するよ、俺。おお。僕はね、だからいつも頭が痛い、腰痛い、肩痛いって言ってる。いろんな人の負担を請け負ってあれこれやってるから。ちなみに今この橋を往復しました、何人ぐらい除霊なさいました？6体こんな、なんでこの往復した時点でもう6人は立ってあなたにタッチしてるようなもんでしょ。そう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 。こうやって歩いてるだけでも向かってくるやん。体に入れば全部除霊。おかしいじゃん、除霊って普通出てなんか呪文解いたり何とかやっとるやつらとるやん。俺さテレビで見すぎじゃねえかなと思ってるもん。誰とは言わんけど、あの人よね。なんか変な呪文して除霊するっていうなんかオカルト映画の見すぎじゃねえと思う時ある、俺たまに。俺も最初そうやったと思ったもん。テレビなり映画なりで見て、そのこんな風に幽霊って除霊するんだっていうなんか決め台詞ありながらっていう。それとかさ、なんか映画でも言ったよ、ほにゃほれ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 とか言って
なんか難しそうな呪文言ってる。ふん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 とかやってやっとったやん。ああいうもんやと思ってたりさ、うんうん、海外で行けばさ、十字架とニンニク持ってうわーって言って、なんか変な水ピッ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 かけてうわーとかやってやってやっとるやん。うん、俺あれ、ああいう人やと思っとったん、すげえ憧れとったん、俺それ。やってもいいのよ。あやってもいいのよ。止めはしないよ。別に、普通に体に入って、あなたはもうここに、この世に、未練がなければ、成仏に しなされてって、心でしゃ叫んどるだけでさ、させてくれる、させていただけるならばって言ったら、成仏させるわけやん。なんだ、なんかえれえ地味だなと思ってね。それで俺、あんまり除霊しないんやて。まあ、でもさ、その、変なお経を唱えたりだとか、その十字架持ったりって、うん、本当にそれが必要ななんていうのクラスいたら相当やばいんじゃないの。いや、なんか、大声出さないと除霊できないって言われるじゃないの。俺、本当に俺昔思ったもん。ドラキュラで十字架とニンニク持って、なんでドラキュラニンニク嫌いなのと思うもん。ああ。だろう。まあ十字架をせいなるものでいいけど、ニンニクはなぜとは思うね、正直。だろう。だったら外人さん、ニンニクいっぱい食っとったら襲われんわけやん。で、変な話さ、ああいう棺さ、ドラキュラが寝とる、うんうんうん、十字架が張ったるじゃん。そうね。あれ開けて出てくるわけやん。うんうんうん、おかしいやろ。まあまあ、蓋を開けるっていう時点であれだ、それに納得しないっていう解釈はできるんだけど、にしてもなんていうか、そういう入れ物の中入るんだとは思うけどね。だって日本でもそうや、なんかわけわからん呪文かけてやっとるやん、一生懸命。それとかさ、こうやって肩叩いて、もうあなたはここの場所いる場所じゃないよ、あなたは違いますよ、成仏しなさいっつって、うんうんうん、で、涙をこぼしてやっとる人たちがおるじゃん、一生懸命。あれも偽物か、あれも偽物か。